はい、今まで、町長そして駅長の話を聞き、鈴鹿さんね、同世代のリクエストとか意見とかも聞きましたけど、マッタンからなんか玉木の町にリクエストをされます。リクエストですか？そうですね、はい、町長にじゃあちょっとこのお送りしてあれかな、はい、ですね、なんか玉村町観光特使とか大使とか、そういうのがもし作られるんであればちょっと立候補したいです。お、もう作り駅長がなんかメモしてますよ。メモしてる、メモしてる。そうですね、なんかあとはあれですね、赤木団もっとメンバーたくさんいるので、はい、この道の駅でのイベントとかも駅長さん呼んでいただけたらと思います。の皆さんがこう揃ってのまたイベントとかもね、はい、にぎやかになるんですし、そういったところもありますよね。なんでこういったイベントを通していろんなところに行けるから、はい、赤木団のイベント楽しいっていう意見も聞くので、はいはい、ぜひありがとうございます。ぜひなんかそんなイベントごとが、はい、できたらなと。それこそこうファンの交流の場を玉浜町でマッタが仕切るとか、マッタが仕切ってイベントするっていうのもするとか、はい、ね、はい、それから赤木団の皆さんはもちろんご自身の活動はあのさまざま全国でなさるんですけども、はい、例えば日本活動であったりとか演歌に関する活動なんかも随分熱心にされてますね。そうなんですよ。普通アイドルって言ったらやっぱりライブ活動がメインなんですが、やっぱそういうイメージだと思うんですけど、やっぱりご当地アイドルっていうこともあって、はい、地域の人との距離が近い方がやっぱりいいと思うので慰問活動をやってたりとか、あとは山でですね、赤城山でエコ活動なんかもやってますので、玉村町のなんて福祉施設とか、もし、はい、あのイベントの手話とか折り紙を一緒に折ったりとか、歌を一緒に歌ったりとかっていう慰問活動もやってます。だね、一生懸命してくださってるんですけど、もしかしたら駅でね、そうですね、いろんな年齢を含めたことが、はい、できればなと思います。なるべくやつしていただければ交渉だけですもちろん大丈夫です。社長が今日来てるんだ。そうなんですよ、社長が来てるんですか、はい、社長にも多分このままの、ね、話が行くと思うんで大丈夫だと思います。ね、あのそういう中でなかなかこういらっしゃる方も育てる機会がないなんて時には、あの玉村塾に来ていただき、またそう外の空気に触れる赤木団をきっかけに、やはり健康づくりというのもあの町にとっては課題の一つであるかななんて思いますが、ぬくい町長いかがですか？その通りですね。